じゃあ後半もよろしくお願いします。お願いします。僕後半のシチュエーションの中では、シミュレーションの中では2オーバーでいきます。ミンゴルやん。80点目標ましょう。完璧。あらす。おお、めっちゃいい。結構いったな。うん、後半は目土袋が届きましたんで。届きました。よし、よいしょ。奥津ゴルフクラブちゃんはバンカーが少ないんで。そうやね。ほんまにゆかちゃん7番だけだな。じゃあ後半からもよろしくお願いします。お願いします。ナイスショー。ただいます。いいんじゃない、まあ、おお、距離もぼち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 で、飛距離一緒じゃけんな。あの前後ろで分かれた。あ、そっかそっか。ティーショットな。そっからのやっぱ精度が違うんだろうな。やっぱゆかちゃんうまいわ。いやうますぎますよ。あなた、なんだかな、なんであんなイメージ寄るんかわからんな。出玉とゆうたくんのアプローチガツンとくるもんね。うん、僕やっぱ柔らかい球が打てれんけん、アプローチな。ガツンと言うたんやな。うん、あそこがな、磨きかかったらな。そうだね、普段のアプローチのも結構ガツッとくるもんね。そうそう、そうなんやろね。入射角それが良くなれば絶対ね、もっと良くなると思うけど、うん、と思うんだけどな。まあな、こればっかりはな、アプローチもな、センスもあるしな。難しいもんな、打ち方とか、うん、練習しよう。そうだね、うん、練習してください。はーい、はーい。転がって結構近くまで行くと思うわ。左足下がり。よいしょ。出す。うまい。いいとこ行きました。いいとこやね。うん。ここ意外とプレッシャーじゃない。確かにね。もう刻んだら楽なんだけど。うん。ゆかちゃんよう前行ったな。あはははあはは。でもピン位置がまだマシじゃけん。そうやな、左から攻めれるけんな。そう、 これピン位置次第っていうのもあるよな。あるね、うん、バンカーブとか切られたら終わりだよな。まあでもまあバンカー入れた方が、あ、そうか、58で打てるっていうメリットはでかい。 それがあるんだな。そう、7番だよ。7番、ガツッと。うまっ。ちょうどいいぐらいのとこ残ったんじゃないかな。だいぶ前行っとるな。ちょっとね、めっちゃ右に置いて、うん、めっちゃドローのイメージで、うんうん、もう全部それでいきょんじゃん。後半はね、はいはいはい、アゲンストだから。前半ちょっと学んだな。学んだ。でもこれはほんまになんか練習というか勉強になったな。わあ、70台出したんけどな。出したよな。なんかやっぱレディスティ距離は短いといえ、うん、やっぱこの140ぐらいしか飛ばないってなると、うん、ちょっときついね。そうだな、やっぱり。でも僕何が勉強になったかって言ったら、その OB を出ずに、まあ、僕ダボは2回打ったんだけど、うん、ダボがなかったらなんとかなるってことだよな。ダボダボスタートだったもんね。うん、パッドがいけんかったけど。ダボ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 141ヤード。うん、左足下がり。3本目の最終ホールでそんな感じだったな。うん、ちょっと右に出るから左から行きたいです。ゴー。全然弱い。あら、難しい。惜しいな。結構手加減した。手加減だいぶ手加減した。手加減というか、手加減線でもいいかもしれないな。風がちょっと、うん、そうだな。どうだったんだろう。さあさあ、135ぐらい、120とかかな。予想は132、127ぐらいだね。124、すごいな、ドヤ顔。よし、難しいな。うん、124だったっけ。上げとるけん、うん、あー、おお、ナイスオン。
はい、ありがとうございます。うん、忍びねえな。まあまあいいんじゃないでしょうか、まあまあ、いいんじゃないでしょうか。いいですか。うん、まあ右には行きとないしな。そうなんよね。なね、まあ乗せれそうな距離じゃもんな。だってここだったら。そうなんよ、打ち下ろしのロングはチャンス、打ち上げはもう無理、壊滅的無理打ち上げた瞬間にもう終わりだなこの企画な。確かにね、フラットなコースがいいかも、うん、やるなら取れるところで取っとかんと、うん、きつくなるな。確かにね、うん、ここなんか絶対もうパーチャンスじゃがん、うん、パーチャンスホールじゃがん、うん、ここで取らんかったらちょっと厳しいな。やっぱパー取らないといけないところでパーが取れないと厳しいね、うん、やっぱその辺も練習でな。ハーフショットとかな、次のホールなんて絶対パー無理じゃん、うん、ここで取ったら気楽にラッキーパーが取れたりするけんな。ラッキーパー、うん、25ヤードぐらい、どんだけ食われるかだな。うん、うまい、ナイス、これうまいな、ナイス。なんかこう直線上で行ったらこの辺めっちゃかかるけん、あ、気持ち左狙ったのが、はいはいはい、よかったんかもしれん。なるほどです。うん、面白い企画です。私のちょっと、弱い、ちょっと芯に当たらんかったな。あ、惜しい。 OK、 どんまい。ナイスヨレヨレで入った。ナイス、ありがとう。クラブもらうよ。あ、どうも、うん、なんとかパーセーブ。ナイスです。シミュレーション通り、よかったっすね。うん、次よ、頑張りましょう。次はボギーだな。348ヤード、めちゃくちゃ飛ばしたい。右に置いてフックちゃん、うん、ナイス。あ、意外と行くな。ナイス、意外と飛んだ。滅します。よいしょ。ああ、293ヤード。はい。上げてるもんな。うん。こっちだな。おー、ナイス。あー、でも次無理だな。ナイスナイス。難しいけどな。頑張りどころですよ。頑張りどころ。眠たいんでしょうかちゃん。眠たくなっちゃった。ご飯食べて。ポカポカ陽気で、ポカポカ陽気でちょっと休憩時間長かったかな。なかったな。中にいたら眠たくなっちゃったわかるわ168、はい、絶好の位置です。普段の番手、何も考えずに打てる。来た、ナイスショーン。来ました、ナイスショーン。めっちゃ眠たそう。目が開いてないもん、ゆかちゃん。もう目なんて赤いよなあ。元から目ちっちゃいのにから。確かに。あ？喧嘩売ってる。もう穴ぼこに入れる。160ぐらいだな。ちょっとフォローあるかな。ちょっとか、あそこの手前で止めるしかないか。あ、ええとこ、ええとこ。はい、穴ぼこ。うん、あそこしかないな。もう無理やな、うん、ここはな。ここはもう耐えてボギーだな。え？でも花道まで行っとるような気がする。行ってないと思うよ。そうやって気のせいか。期待を持たせてね、落とすっていう技があるの。期待させるだけさせてな。落とすんよ、いつも。落とすんか、僕。うん、なんか、うわ、ゆかちゃんのが飛んでるとか言って、僕のボールだったとか。悪意のあるなぁ、やつがおるんすよ、本当に。悪いやったなぁ。ほんと悪いよ、君。お前な。全然花道なんてないじゃん。でもボール1個ない？え？あれ、ボール？ボールじゃないんかな。
ボールっぽいけどな。ボールだったらどうするよ。どうもせん。どうもせん。謝ってよ。なんで？いや、ごめんなさいって。ボール？ボールじゃがん。ほら。ボールだって。ほんま？ほんま。木の葉っぱじゃない。ボールだってあそこの多分このコブに当たって前に跳ねて。あ、そうなん。うん。だと思うんだけど。違うと思うんだけど。来るな。こんなところでバーディーチャンスつくなんて嬉しいわ。ここに落ちてます。ゆかちゃん、ほんでボールだったな。うん。ごめんごめ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 ん。うん。ええ、これで。ええよ、ありがとう。嫌な嫁じゃな。むずくないこれ。ん？ライやばい？近すぎてむずくない？あー、そうそう、わかる。10ヤードぐらい。うん。惜しい。でもやっぱなんか距離感甘くない？難しい。難しいよな。ナイストライ、ありがとう。うん、これはだいぶ曲がるで。思いません？わかりません。わかりません。面白いな、ゆかちゃん。打ってみんとわからんもん。わからんもんな、そりゃ。打たんと入らんわ。まあでもラインが難しかったね。難しかった、ありがとう。うん、ええよええよ。頑張れゆかちゃん。いや、ちょっとあんま応援しちゃいけん。うん、まあここは外れる。いや、入れるよ。はい、天の弱じゃけんな。うわ、めっちゃ切れた。やっぱ風もあるんかもな。ボギーボギーになってしもうたな。ボギーボギー。同点じゃない？知らん。知らん。別にそんなんやってないけどって。そうじゃな、同点じゃな。同点で、ゆかちゃん、うん、これからが勝負じゃな。振りちぎり万太郎のせいじゃろ。振りちぎり万太郎。オッケー。ほんなら、ここはフェアウェイがこう段になって右と左になったの、はい、で右からの角度の方が狙いやすいけん右狙い。左に残っちゃうとバンカー上になっちゃうから、うん、ちょっと右目で打ちます。はい、打ってください。はい、すいません。ちょっとティーを低めにして。どこ行った？え、めちゃくちゃ距離残ったんだけど。振らなさすぎたな。なんかこういうこと考えすぎなんかな。考えすぎなんだと思う。普通に振っとけばいいのに。普通に打てばいいのに。普通に打てばいいのに。普通に打っときゃいいのに。普通に打っときゃいいのに。いや、その言葉につきます。本当に。別にバンカー入ったってサンドウェッジで打てるんだけど。確かにな。風が上げとんか。うん。うわ、いい音。うん、うん、ナイス。はい、普通に打っとけんのに。まだ言う。精神的ダメージがすごい大きいんだけど。しつこいで。いで。ゆかちゃんってなんでそんなに面白いのかな。え、ほんま面白いよな。これがね、うん、やっぱ視聴者さんからすると、うん、この女気強いコメントよ。この女気強い。あ、違う違う、この女なんだっけ、態度悪い。あ、違う、この女根性悪い顔してるみたいな言われとったんよ。いや、それさ面白くない。 今というか僕らだけ笑ってな、こうやってなるけどさ、うんうん、ショックな人はショックだよな。しかもゆかちゃんもショックだろ。よし、僕も大切な人がそんなん言われたら、うん、腹立つよな。いや、そのコメントに対して一人でコメントするから大丈夫やね。あ、そうか、うん、あのピーで流すけど。ああ、間違いない。普通に打った方がええで。172ぐらい。170前後か、うん、ちょうどよかったかもしれんな。風次第だな、はい、ちょっと上げとるな。でもバンカーは超えると思うんだ。いや、おしゃべるな。右からフックちゃん。
イクが飛んだ。どこ行った？ナイスオン。乗ったか。あ、ナイスオン。マイクもぶち飛んだ。これ池じゃなくて。いや、よかった。マイクがな、これ池に落ちたらもう最悪だけんな。ほんまな。結構マイクも高いもんな。高い。僕らワイヤレス Go2 使っとったけど、今 DJI。うん。DJI がマジでいい。130ヤード。130。あ、やばい。いいんじゃない。あれ、大きいな。大きい。大きいんじゃ。あれ、難しい。あれやばくない。あれはむずい。風やんだよね。やんだ。僕の時はちょっとあったんよ。私の時やんだな。でもそこまでなかったんか。まあ、なんか強を打ちすぎなんじゃない。今多分ティーショット飛ばそうとしようかな。うん、そのノリで振りちぎり万太郎。今めっちゃ良かったんだけどね。良かったよな、感じ的に、うん、すごい球が強なっとる。ええやん、うん、めちゃくちゃ難しいです。マジで10ヤードぐらいだわ。うん、うまっ。あ、全然いかん。いや、でもうまいで。全然いかんの。うまい、うまい。ナイス、ありがとうございます。ありがとう、パタ。うん、あとセットするわ。いい？傾斜がわからんな、ほんま。お靴何回来てもわからんわ。おー、スライスしたな。この辺はフックっぽいんだけど、やっぱ目が違うんだろうな。はい、どうも。はい、頑張れ、ゆかちゃん。いや、応援しちゃいけない。じゃあここはもう外れて当然。帰ります。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。後半眠気がもうすごいな。睡魔がね、うん、でもこれはこれで面白いな。うわ、もう70代の道が厳しくなってきた。僕まだ耐えとる。今ゆかちゃんが7 7だな。僕が6。ちょっと1個潜りたいな。ボコッとしたよ。はい、ということで3ホール終わりました。終わりました。ああ、ボギーボギーボギーパーパーパー。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとここから気合入れて頑張っていきたいと思います、うん、なんとか70代で上がりたいんで、ちょっと、うん、なんかちょっと目を覚まそう。そう、目を覚ましたいと思います、うん、ということで、この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。